飛行機の便箋。こんにちは、マックス君、元気にしていますか？私は普通の生活です。いよいよ卒業ですね。残り少ない高校生活、悔いの残らないようにしましょう。人って思っていることを素直に書けないものですね。勇気を出してその一言を書けたらいいのに、私はその勇気が出ません。ごめんなさい。海野彩。すみません、お客さんですよ。それくらい調べるまでもない。それより田中は来てないか？あいつ役所の金を使い込んでいたんだ。穴埋めしようと知人にお金を借りて回っていたんだが、ついに逃げたようなんだ。あいつはお前の知りたい情報を持っている。それを売りに来たかと思ってな。海野教授の所在だ。みんなでメガネを探しているんだ。いらっしゃい。何も食べないで帰るなんてダメでやすよ。ヤマタのオロチそばでやすね。毎度。
いないみたいね。あいつからメールだ。高3の春にみんなで日帰り旅行に行ったわ。出雲大社と日の岬神社よ。そうだわ、きっと日の岬灯台よ。周りが断崖なんだ。車の方が早いんじゃないのか。あいつに死ぬ勇気なんてないよ。俺たちを困らせたいだけだよ。昔からうざかったけど人って変わらないのね。クラスメートが揃ったぞ。松江大場高校一の秀才だった私は今人生にピリオドを打とうとしています。転落の人生です。情けない人生です。それを言いたくて俺たちを集めたのか。人騒がせはやめて。私忙しいのよ。俺が捕まえてやる。近寄ったら私は飛び降ります。しょうがねえな。私は役所のお金を使い込みました。監査まで300万円を工面しないと捕まります。それでもいいんじゃないか。捕まるくらいなら死を選びます。みんなでお金を貸すしかなさそうだな。でも300万円よ。なんとかするしかないだろう。貸してくれるんですか。なんとかするよ。それじゃ生きることにします。あなたも少し出してくれない。メガネ君が死んだらしおりを探す手がかりがなくなるのよ。どれくらいなら出せるの。メガネが少しずつ返済するよ。100万円出せないかな。現金でなくていいんだよ。何か売れそうなものはないか。バッジなんて持ってお前は子供か。私は終わりです。あなたも吉岡しおりさんには会えないでしょうね。そのバッジをよく見せてもらえるかな。これは幻の信じ子バッジですよ。本当だ。これは高く売れるぞ。終わりだよ。プレミア付きだ。私高値で購入してくれる人を知ってるわ。今日中にお金に変えてください。できますよね。即金で買ってくれるわ。幼馴染がここにいるのよ。
森田君いるんでしょ。ここに入りたいならあれを見せて。話があるのよ。入るわよ。これはレアだね。ガリの紹介だからサービスで80万だな。もう少し出してよ。それなら85万。それは無理無理、絶対に無理。もう少しアップしてよ。それじゃあ90万。これ以上は絶対にダメ。いいわ、それで手を打ちましょう。それくらい自腹を切って。どうだった？持つべきものはクラスメイトです。ここに集まると昔を思い出すな。あの頃は楽しかったわね。暗くなるまで話をしていたわ。リッチが話して俺たちは聞き役だったけどな。みんな若かったわよね。年寄りみたいなこと言わないで。何ですか、怖い顔をして。私はそういうのが苦手なんですよ。知ってますよ。引っ越しの手続きで役所に来てましたからね。文野さんは太田市の介護施設にいますよ。ねえ、みんなで文野さんを訪ねましょうよ。いいね。考え込んでどうしたの？郵便局員が押し忘れたんでしょ。着いたわよ。車椅子の男性が文野さんです。私たちを覚えていますか？もちろん覚えていますよ。皆さん元気そうですね。マックス君か。しおり君から話は聞いています。彼女はずっと君を待っていたんだよ。彼女は昨日までここで働いていました。昼の飛行機でアフリカに旅立ちました。アフリカで医療スタッフのボランティアをやるんです。君たちに伝言を預かっていますよ。しおり、何と言ってたんですか？辛いこともあったけど、高校生活は最高の宝物だった。みんな、ありがとうと。しおりに謝りたかった。
しょうがないよ。もう日本にいないんだ。おそらく文野邸の火事のことでしょう。火事の原因は漏電です。彼女は電気の接触が悪いと言っていたのに、調べなかったのを後悔していました。しおりはずっとあなたに会いたがっていましたよ。ご無沙汰しています。先日一時帰国した際に文野教授から話を聞きました。みんなで会いに来てくれたと知り、とても嬉しかったです。マックス君、騙していてごめんなさい。私は文野綾ではなく吉岡しおりです。しおりとしてマックス君に会いたかった。今私はアフリカの国々を転々としています。アフリカの医療はとても遅れていて、日本では考えられないような生活です。でも私はここでやっていきます。みんなが頼ってくれるので、それを裏切ることはできません。寂しいけど、マックス君とは幻のペンフレンドで終わってしまいそうです。高校3年の時、私はまだ子供でした。今思い出すと後悔ばかりです。あなたの手紙は私の唯一の心の支えでした。一言お礼を言わせてください。ありがとう。そしてさようなら。吉岡しおり。